しかも静かなんだよね、うんうん、あんまりね、国道沿いはちょっとうるさいけど、ちょっと中入ったら静かだしね、うん、そうですね。家賃もそんなに高くないんじゃないかな。まあちょっと外れたらね、車単は、うんうん、そんなに高くはないような気がするけど、うんうんうん、やっぱあとは北部だよね。北部、あ、氷島が理想の移住先ですって。やっぱ氷島はね、うん、とかああいう離島はいいよね、うん、あ、塩害はって、塩害はねあるらしいよ。あるよ、ね、うん、あるよ、あるよ。結構僕の何ていうんですか、まあ、仕事先のお客さんとかで聞いたんですけど、うんうん、結構この民泊あるじゃないですか、うんうん、民泊があって、うん、結構北部に建ててる人いるらしいんだよ、うん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 、あのエアビーとか、うんうんうん、ああいうので、で結構海が見えるところ、うん、やっぱ好まれるでしょ、うんうん、あそこら辺に結構建てるらしいんだけど、うん、もう1年したらもう終わるらしいよ、うん、あ、ほんと園外そんなに、うん、あ、だからそうかもしれない、ね、出来たては見栄えもいいし、確かにね、あれなんだけど、もう1年2年経つともう園外で全部やられるって言ってた。だからな、あれ大変だよね。だからクーラーのあの外のあれとかも室外機、ね、壊れるんだよね。室外機とかも、ね、壊れるね、園外でね。あとヤモリ、あ、ヤモリね、室外機はヤモリでやられるっていうからね、うん、うん、はあ、結構ネズミもね噛むっていうしね。あ、室外機の、うん、あ、あったかいから。はいはいはい、うん、確かにな。でも、うん、でもどう、フーミーだったらどこに住みたい、もし今から一人暮らしでもいいけど。一人身、一人身で、一人身か。沖縄でどこ住んでもいい、住むなら、うん、うーん、どこだろう。おもろ町とかいいんじゃない。おもろ町はいいね、うん、おもろ町、俺もいいと思うな。今更観光しないもんね僕、うん、ってなると、まあ、やっぱりこう、あの、飲みに行きやすい場所って考えると、うんうんうん、まあその那覇国際通りにも行けて、うんうん、とか考えると大物町、ね、うん、ただこ、あ、あそこら辺に住むのはまた近いし、うん、あの、飲み屋さんが近い、あ、そうだね、居酒屋とかも美味しいね、あのは、うん、ちょっとあれなんで大物町ぐらいが、うんうん、確かにね、家賃を考えなければですよ。おもろ町はいいと思うな、うんうん、那覇ね、那覇市おもろ町、うんうん、女村って来てますけど、女村は、女村は絶対住まんの、住まない住まない、ああ、まあフミだったらねあそこでもないやん。でもあの女村の、うん、うん、一番なんていうの、那覇寄りの手前のところ、前田岬とかのあの青の洞窟があるところは、はいはいはい、今一番人気らしいよ、うん、読谷との間ぐらい。ああ、なるほど、読谷もまあある程度栄えてますもん、ね、そうそうそう、あの辺は相当今いいけどね、一本裏手のところ、うん、ただあれでしょ、裏線、うん、友達がいないからでしょ、あれでしょって決めんで決めつけんで、うん、何何聞こう聞こう、友達がいないからでしょ、友達がいないでしょ、だから大体 ね、 そうそう、いないからね、あれでしょって言った後は文句って決まってるから止めたんですけどね、ちゃちゃ文句じゃないからね、うん、そうでもね確かにな、うん、まあでもおもろ町はいいよね。おもろ町はいいですよね。今人気って言ったら、まあ、富城とかね、八重瀬町とかね、はいはいはい、あ、人気、うん、人気らしい。なるほどなるほど、結構至る所開発されてますからね、うん、やっぱライカム周辺とか今あのコメントでも来てますけど、はいはいはい、ライカム周辺とかもやっぱうるま市とか、うん、あの辺とかはもう王道よね、うんうん、あ、首里城あれから土建って、あーねー、うん、だからね、うん、じゃあ、いや、ボランティア、あの募集してるの見ました？見てません。ボランティア募集してるんですよ、あのガレキ、はいはい、撤去、まあ今でもコロナの影響でちょっとね困ってるんだけど、うん、へえ、そういう、うん、まだじゃあ撤去はできてないんだ。まだ全部できてないらしい。あ、うん、なるほどね、そう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 、はいはい、いや、そう、那覇なら首里がいい。首里が好き。あ、首里好きいるね。首里好き、首里住みたい。首里はね、なんか敷居が高い感じがする。敷居が高いんだよね、首里は、うん、首里は一番やっぱいいとこだよね、うん、うん、なんか俺がいちゃいけんような気がする。わかるやつだ。そうそう、わかる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 。僕が住んじゃいけんみたいな。首里はね、うん、一番なんかちょっとね、ちょっと違うところ、ね、なんかあるよね。一番首里が違うね、うんうん、やっぱりね。それ以外のところはね、確かに人気とかいろいろあるかもしれんけど、もともともね、首里だけはちょっと違うっていう感じ。首里って書いたらかっこいいもんね。住所でね、那覇市首里ってね、はいはい、名前首里がよかった。しかもあれでしょ、はい、名前首里下の名前首里でよかった絶対嫌でしょ、はいはい、でもあの首里、うん、っていう地名はないんでしょ。どういうこと。首里石峰とか出た出た、なんかうんちく言うよ、はい、じゃあほんとんとんと那覇市、那覇市首里石峰、あー確かに、そう、はいはい確かに、首里ってはないわけ。じゃあ何なのこれ。
首里、首里の浦添 市普通だったら港側とかで終わりで終わりさ。だけど那覇市、首里、石峰だわけ。ミドルの山入ってる。ミドルも首里がね、首里がミドルの山、はい、そうだから首里が入るわけよ。だから4つぐらいあったはず。はいはいはい、首里だけはそうだわけ。確かに、うん、敷居高いな、やっぱり。なんかあるよ、なんかある、うん、石峰とかね、はいはい、あの辺とか確かに、ね、はいはい、いいよね。首里はやっぱ住んだ方、うん、まあ、住める人は、まあ、うん、絶対首里がいいよ、うん、何でもあるしね、モノレールも通ってるし、うんうん、ああ通ってるね、うん、一番アクセスもいいしね、はいはい、なるほどね。まあいろいろやっぱりその要望によってちょっと住む場所は変わってくるとは思うんですけどね、うんうん、確かにね、うん、まあやっぱでも首里に住んでるって言ったら結構、うん、うん、まあまあ家賃も高いしね、首里が高いでしょ、うん、うんうん、首里城の近くとか特に、うん、でもあの、うん、もう一個さ、これにちょっと関連してきてるんだけど、うん、あの土地とか、まあ、物価とかも高いっていうのがあるけどどうですか、うん、まあね、うん、来てる観光地でもあるからって来てるんだけど、うん、どう、何何、やっぱ家賃も高いのかな、どこ相場として沖縄って全体的に。沖縄、うん、家賃高いの、家賃高いんかな。お、例えば今賃貸の話じゃん。そう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 、あの、あ、買うってこと、ね、購入の話は。ああ、なるほどね、購入は高いんじゃない、土地は高いかな。あ、うん、結構ねお家は高いと思う。あの、高いよ、建てるやっぱりあの何、うん、あの資材もやっぱりこう輸送されるじゃん、ね、あ、そっかそっか、あっちから来るからね、うん、踏み立ててるもんね、お家。あ、そうそうそう、そう だ、ね、だからその県外でやってるこのハウスメーカー、同じメーカーの県外よりも県内の方が高いし、うん、あ、そっかそっか、あとあの台風仕様にしてるんで、ちょっと頑丈に作ってるんですよ、うん、あ、なるほどね。だからちょっとやっぱりあの、うん、何、一坪あたりの単価は沖縄の方が高い。高いか、うん、やっぱり、やっぱ沖縄ちょっと高いよね、木造でもね、うん、でコンクリにしたらまた、そうか、コンクリは高いからね、沖縄コンクリが一応主流じゃん、うんうんうん、でコンクリートはやっぱりねバカ高い、高い、やっぱりそうなんだ、うん、やっぱ確かにな、そうそうそう、確かに高いよやっぱり、うん、ちょっと高いはず、高い。だここもねちょっと来てるんだけど、うん、あのね、うん、もう一個もね、さっきちょっとやろうとしたのがあって、いや車をね、うん、が必要ですかって来てるわけ、はいはいはい、やっぱ生活に車は必須ですかって来てて、うんうん、必須だよね、必須だね、間違いないよね、うん、だから車は絶対見といた方がいい、うん、移住する人は。車がいらないのは、うん、もはやもうキャバ嬢だけだ、ね、だからキャバ嬢なりたくないっていう人が多いから、ね、あ、そうか、キャバ嬢なりたくない、いやいや、だからおもろ町に住んであの出勤するぐらい、それ以外の仕事は必要、おもろ町からモノレールで出勤する、あ、そうそうそう、なるほどなるほどな、ぐらいね、ぐらいじゃないと無理、それ以外の仕事はもう車が必須、うん、必須必須、うん、車は絶対必須、うん、仕事で使うもんね、うん、そう、確実に。電車がないからね、今来てたけど電車がないから、うん、モノレールかバスか、うんうん、まあ、自家用車、うん、自分の車、うん、タクシーぐらい、はい、そうですね、そうそうそう、うん、だからやっぱ車ないときついよね、うんうん、ほら免許なし一人旅したら大変だったって、ああ、やっぱそう、そりゃそうよ、そうだと思う、うんうん、結構きついよね、大変だと思う、うんうん、やっぱ電車がないから混むしね、うん、だからイメージでも砂漠でラクダなしみたいなぐらいハードじゃない、それはやばいね、確かにそれはやばいね、それぐらいのイメージよ、ね、砂漠にラクダなしでみたいな、ラクダなしはやばいね、確かに、ね、そういうぐらい、それはやばいね、そうそう、確かに、だから砂漠でいうラクダが沖縄でいう軽自動車、うん、ああ、うん、楽だ、何でもかってもじゃあややこしいんだけど、そっちの方がこっちにも集中しねえ、あっちだけじゃなくて、じゃあなんか今楽だの話をしてるのか車の話してるのかなんか分からない、はい、もういいよ、もういいよ、もう軽自動車まで出てきた、いやいやいや、沖縄の移動手段はもう軽自動車ですからああ、なるほど、ね、それはね、うん、うんうん、確かにね、ちょここにも集中してもらっていいですか耳を、お耳を拝借、確かに確かに、うん、まあね、うん、いやでも車必須ですよ、必須必須、うん、ラクダ必須ってきてるわ、ラクダ必須ね、ラクダ必須よ、うん、沖縄の車屋さんはなぜプライスが書いてないですか、書いてない、アスク、アスクって書いてない、わかんないけど中古車街道は書いてるんじゃない、書いてるのもあるよね、うん、うん、中古車は書いてるよね、結構ね、はいはいはい、うん、うん、そうだね、やっぱ、うん、
やっぱバスとかのは大変だよね。車持っていくの輸送代高いですか、うん、これ結構高いらしいよね。高いらしいよね、うん、高いって聞きますやっぱ、ね、うん、あの輸送したことあります？ないないけど高いらしいです。だけど、うん、みんな高いからやめたっていう人は何か聞いたことある。あ、はいはい、もう中古のはもう捨ててきた、うん、もう捨ててきたっていう人たちは聞いたことある、うん、あるね、うんうん、やっぱりあんまりな、うん、持ってくるぐらいだったらもしかしたら沖縄で中古買った方がいいんじゃないかな、ね、あ、そうですね、うん、でも沖縄移住したらやっぱ絶対車はね、うん、考える人多いから車はあった方がいい。あった方がいいと思うな、うん、やっぱりね、うんうん、やっぱね特に今ね、うん、ここまあラジオもやってるけどここの沖縄市とかうるま市とか、うん、この辺は絶対必須よね。必須必須だよね、うん、モノレールが通ってないからね、うんうん、必須だね。車は必須です。だから県外みたいに自転車は少ないもんね、うん、やっぱきついもんな、うん、雨が多いからね。あ、はいはい、うん、確かに、ね、うん、やっぱりねそうなんだよな。なかなかな車以外だとあんまりみんないないかな、うん、バイクの人もいるけど。あ、バイクはいますね。うん、でもやっぱまあちょっと雨多いしね。暑いしね夏バイク、うん、暑い暑い、うん、暑いよ。アスファルトの照り返しがね、うん、暑いや。確かにね、そこあるよな。そうなんだ。次質問いってみます？いいですか。ね、うん、これも結構あったんすよ、うん、5月に移住します。5月に移住します。湿気対策ってどうしてますか？5月に移住、あ、湿気対策ね、梅雨時期、ね、うん、はいはいはい。いや、やっぱり湿気はね、すごいからね。シロアリね。シロアリもね、うん、で、うちは除湿機2台あるからね。あ、家に、うん、あ、そう、ね、まあ、あの部屋干し用と、はいはい、なんていうの、このウォークインクローゼットのクローゼットの中にこもるから、かびるからってことで1個買ってるんだけど、はいはい、やっぱ絶対買った方がいいよね除湿機は。あ、うん、うちないけどね除湿機。ないの？ないよないよマジで？ないない。え、関さんあります？あれ、ありますよね。いや、あるよ。あ、必需品？必需品よ。あ、そうなの？ほう、で、カビない？カビない。あの、なんかあのスーツとかのクリーニング出したままであの、うんうん、置いてたら、はい、カビたりとかしてん？あ、でもうち、うん、あ、どうだろう、このクローゼットというよりは、うん、こう最近こう流行りのあるじゃん、あの閉めるクローゼットじゃなくてこうオープンな、あ、もうそのままかけて、そう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 、なるほど、ね、部屋の中にある、なるほどなるほど、みたいな、うん、感じなんで大丈夫だし、うん、洗濯機で乾燥までやるので。あ、なるほどね。今もう一切干さないんですよ、洗濯物を。なるほどね。そう、まあそっ か、うん、だから今コメントでも来てましたけど、カバンとかは、うん、あ、革のバッグとかカビますか？カビるよ、革のやつは。はいはいはい、カビ、うん、るカビる、うんうん、だから除湿買った方がいいと思うけどな絶対、うん、まあでも確かに親の家とかおばあちゃんの家には必ず、うん、あるよね、うん、でずっともうフル回転ね、うん、ね、うん、フル回転ずっとね。家電全部フル回転じゃないあれ。そうそう、大丈夫、なるわけ、なるわけ。クーラー、クーラーもつけて。俺に電気代高いっつったけど、大概もっと高いよ。俺なんかも高いよ。うん、高いよ。高い高い。いや、もうやっぱりね。うん、じゃあもう除湿機は回しといた方がいいなって。快適な環境をすることにおしまいしとる。おしまない、おしまない。嫌だからね。帰ってから湿気てたりとかして嫌だわけ。わがままなんだよな俺も君も。嫌なんだよな、だから、うん、クーラーとかついてほしい。もう常に快適でありたいよ。快適であった方がいいから。確かに、そう、まあ、ずっとつけてる。だから俺温度調整のために、だから、うん、あのよく言うんだけど、毛布かぶってクーラーつけて扇風機当てるもん。いるちょうどいいぐらいにするために。いるそうだ。もう絶対、うん、寝るときも絶対クーラーかけるし、うん、もうかけないときはないから。ないね、うん、うん、もう除湿機も ずっとついてる。もうつけてるもんね今。もうつけてる今つけてる、ね、うん、今つけてるね、うん、もう、はいはい、もうフル回転よ。フル回転、フル回転、うんうん、やっぱりでもあれじゃない、除湿機ないって言って今から買ったらこれはすごいってならんすよ。ああ、うん、これはなんて便利なんだってこと、うん、水も低減溜まってるから。買おうかな、うん、除湿機。そう、除湿機いいよ。いいね、結構ね。あればやっぱり、あ、ただね、場所取るんだよな。うん、うん、そう、買うのはいいんだけど、ね、場所取るんだよな。場所取るかな。
取るから知らん、なんかじゃあ教えてよ、そんな大して取らんでしょ、取らんやつ教えてよ、大して取らないと思う、取るかなじゃなくてさ、あんまり、うん、でもあれだよ、うん、なんていうの、うん、水も溜まってるし、うん、もう見たらびっくりするぐらい、まあ、湿気てるさ、はいはい、だからちょっとなんていうの、洋服ともシワシワもならなくなるし、うん、匂いも、うんうん、ちょっとカビ臭い匂いもなくなるし、はい、いいと思うけど、除湿機でも高いわけ、高い、いくら、確か高い、うん、3万ぐらいだったかな、2万か3万ぐらいだったと思う、はいはいはい、でもそれを超える良さがあるんでしょ、良さあるよあるよ、ね、2台持ってるからね知らんけどさ2台持ってるから、うん、1台くれよ壊れたらあげようかなしかも最近のさ除湿機さ、うんうん、タンクが溜まるさ水、はいはい、あそこの下の方からホースを出せるようになってて、うん、ずっと稼働してても、うん、この満杯ですって言って水捨てんでもいいようになってるわけ、ああ逃がす、逃がせるわけね、そうそうそう、もう洗濯機やん、そしたらずっと逃がせられるわけ、洗濯機と同じで場所を動かせないやん、うん、もういや本当にだからもうそのまま、はいはいはい、ずっと降るかどうそれをだからお風呂に溜めて入るんでしょ、いや入らん入らんじゃあなんかそれはそれで嫌だっ、ね、そういうの、はいはい、洗濯機にも入れないよ、なるほどなるほど、はいはいはい、外にただ流して、うんうん、そう、うん、でもね、そう結構ね、でも除湿機は絶対必須だよね、除湿機ね、湿気対策は、はいはいはい、うん、残すところあとどれぐらいですかね、15分ぐらい、うん、違うな、うん、あ、じゃあ一旦 CM 入れましょう、はい。